マルチに必ずいる迷惑なやつ5000。1、放った矢を奪うやつ。弓で的当てするの難しいな。で、そこのお前矢を盗むなよ。僕盗んでませんよ。嘘つくな返せ。他人が撃った矢を拾ってしまったら、持ち主に返してあげましょう。2、金床を落としてくるやつ。空から金床が降ってきたんだけど、いて。それマジで痛いからやめろ。まだまだ落としていくぜ。金床で攻撃するのは、PVP の時だけにしましょう。3、人の足場を壊してくるやつ。今から建物の修復作業をするか。は？誰だよ足場壊したやつ。そんなことするより、僕と遊ぼうぜ。うるせえよ、作業の邪魔すんな。作業中にちょっかいを出すと、空気が読めないやつと思われるので、やめておきましょう。4、タサバのルールを押し付けてくるやつ。アイテム整理でもするか。そこの木に、ジェスト使ったらダメだよ。いいだろ少しぐらい。無礼タサバでは禁止だったからダメだよ。タサバのルールを押し付けると、疑われるのでやめておきましょう。5、トライデントを奪うやつ。やり投げでもするか。で、そこのお前盗むなよ。わーい、トライデント拾ったぜ。返せクソガキ。トライデントを投げると盗まれる可能性があるので、忠誠をつけておきましょう。